はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。水戸の広安様、和子様、圭一様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。7月29日に予定していた、国立タウンミーティングは、立川花火大会により、代々木に変更させていただきました。来てねー。なんかすっごい夕方電車混むらしいんですよ。もうギジギジのギジギジで、その、立川と近いですよね、国立。隣だっけ？なので、諦めました。まだ1ヶ月近くあるんで、変えさせていただきました。代々木駅から徒歩3分、ぐらいのところです。詳しくは動画説明欄もっと見るをクリックしてもらってご確認ください。その前に、新橋でもやりますんで、そちらの方もよろしくお願いします。総理諮問機関政府税制調査会が答申書を総理に提出。その内容、歳出に見合った十分な税収を確保することが重要。つまり使った分だけ取り上げろ、税金をっていうようなことで、なんか歳出の方を削減するっていう気は全くなさそうなんですよね。この言い草を見っとね。それに対して岸田総理、将来世代が将来に希望を持てるような公正で活力ある社会を実現していきたい。人々の神経を逆なでし、炎上、非難号々、一般反応です。ちょっと何言ってるか分かんない。岸田の言う将来の希望って何なんだ？なぜこいつらは歳出を減らすことは考えないのか？希望どころか絶望しかないわ。クソメガネ。クソメガネ。増税党に名前変えろ。こいつサイコパスか？マジか。もう社会主義国家やん。現在死んでるのに将来があるわけなかろう。増税で未来に不安しかない。岸田が総理をやってる時点で希望が持てない。過去最高の税収を更新しまくりで悪化する財政状況ってどういうことだ。まあ使いまくってっからなんでしょうね。いらねえ事業に。若年被害女性支援事業とか、困難女性だけ支援法とか、LGBT もそのうち始まるわな。歳出に見合った税収確保って、各論で、まあ、使った分だけ補充するって、何その松下幸之助の水道理論みたいな、歳出削る気が全然ないっていうことがわかりますね。今まで見たく無駄支出をいっぱいするぞーって、宣言されてるみたい。公正で活力ある社会を実現していきたい。総論通過、これスローガンですね。つまり、各論に、はい、失礼しました。なんか外線車通ったもんですから。まあ、総論通過スローガンですよね。公正で活力ある社会を実現していきたい。なんて誰も反対できないようなスローガン。つまり、各論に総論返すバカ野郎である。岸田総理も。石田茂もこればっかなんですよね。当たり前のスローガンだとか、綺麗事や、何々であるべきみたいな、こと返答してですね、具体的なことを何一つ言わないで、煙幕っつうね。全然中身がねえっていう返しに。将来に希望が持ってるような、増税されてお先真っ暗なんですけど、将来世代があって、将来世代も、誕生しないんですけどね。増税されたらね。負担が重くて、将来世代が生まれない。そもそも。少子化対策に増税だっつってんだから、バカ野郎ですよね、それね。川口市の病院前が大騒ぎ。クルド人とトルコ人が次々と警察車両に乗せられていく。機動隊も出動したみたいであります。埼玉県警、7月4日午後8時30分頃、大技、ん？なんて読むのこれ。安雪原安行原ちょっと読めません。なんとか地内で、多人数の喧嘩が発生、棒状のものを持った、た数人が逃走する事案がありました。また、同日午後10時頃、大技、内で、棒状のものを持った者らが集まっているとの情報もあります。安全のため、在宅中でも玄関、窓などを施錠するなどし、不審者を見かけた際は、直ちに110番通報をお願いします。奥富誠一、奥富って読むのかな、王府
とも読めるな、わかんない。聖一川口氏、メディアはどこまで見えないふりを続けるのか、全然ニュースにならないっちゅう話。刃物で一人刺される、ここ地域の基幹病院なのに2時間交通止まる、パトカーに意図的衝突の車もある。車で突っ込んだ、パトカーに突っ込んだやついたみたいですね。一般、これなんでニュースにならないの、なぜか報道されません。本当にいい加減にしてくれ、どんどん送り返して、よそさまで暴れるな、分をわきまえろ、いいぞ、規制や厳罰化を加速だ、地続きの土地に行けよ、そいつら観光ビザで不法滞在してるだけだろ、強制送還しろ、安心安全な日本社会はもうない、自称難民こんなもん。クルドっていう国はなくてですね、自称クルド人はトルコ国籍です。沖縄左翼がですね、琉球人を名乗ってる感じと似てるな。クルド独立目指す活動家が犯罪を犯して国外逃亡、川口市に観光ビザで、不法滞在と。今回は解体屋一族同士の抗争だったみたいです。解体屋と別な一族の解体屋が争った抗争みたいだったんですけど、ギャング化してない。車でパトカーに突撃来て、反体制、反政府、反国家ですよね。ヤクザは反社会だが反体制ではないそうなんですよね。人を傷つけたらきちんと自首する、警察には逆らえません。誰だっけ、山口組三代目の田岡さんって人がですね、8年、懲役8年の判決受けた時に、そんなもんでいいんですかって言ったらしいんですけど、まあ、こうでない存在になってますよね。罪はちゃんと償いますっていう、ヤクザ、じゃないものに変容してる。パトカーに体当たりするんだ。下手したら殺人未遂ですよね、これね。格好のワイドショーネタ、特番ネタなのに報道しないテレビ局と。これもフランス暴動と同じで、外国人が増えたらこうなるよ。多文化共生は不可能で、バレっからですね。テレビの中の奴らも、自称朝鮮戦争難民の子孫が多数いますしね。こいつらね、特別永住資格もらってる奴は、難民なんですよね。自称。その時に特別永住資格あげちゃって、そいつらの子孫なんですけど、パン屋さんのイートインで昼食してたんですけども、まあ店内にいる高齢者の皆さん、これ全く信念だろうな。川口市で外国人暴れてるなんて、刺して刺されてなんて全くわかんねえんだろうなって、思うと軽く絶望を覚えますね。私の動画見てるようなエリート高齢者さんとの情報格差が絶望的なレベルになってる。これじゃ話通じねえだろうな。クルド同士でそんな喧嘩したいんだったら警察に立てついてないでね、球場がどっかでバトルロワイヤルすりゃいいのにね、見物してやっからさ。誰が生き残っかかけて剣打ったら盛り上がりますよね。川口市民は足による選挙はいかがでしょうか。後でちょっと詳しく説明しますけど、足による選挙っていうものがこの世にあるんだっていうのをちょっと覚えてもらってね。国際原子力機関 IAEA 記者会見、福島原発処理水は国際安全基準に合致している、パヨ発表。福島の処理水は安全だと。一般反応、立憲共産社民令はまだ反科学で、風評加害続けるのかね。反科学、反知性とも言われてますね。公明党がごちゃごちゃ言ってるのはそういうことが。パヨの断末魔が現在進行中、風評加害しているパヨとマスコミが IAEA に抗議すれば、中国政府はもうとっくに抗議したみたいなんですね。IAEA は福島原発を支持するな、かなんか脅してんですけど、何言っちゃってんだろう。むしろ文句言ってる国は調査するべき、意図的に汚染水といって印象操作に必死なパヨコミ、パヨクマスコミ、パヨコミ、なるほどな、頑張れバカパヨ、事実に負けるな。琉球新報もこのお墨付きに大発狂かましておりました。原発処理水放出迫る、強行は重大な人権侵害だ、漁業団体が、中国政府が、グリーンピースが、一般反応です。落ち着け。一体誰のどういう人権に反してんの。
連動してんなぁ。こういうのなんていうの、連帯、ソースが中国政府とグリーンピース、さすがクオリティパイオメディア、頑張れ琉球新報、事実に負けるな。相変わらず頭がおかしいよで、何より。ちょっと頭の中整理してから書いたらどうなんだ。日本に核研究させたくない人民軍に連帯してですね、必死の琉球新報だが、もうちょっと冷静になってから書けばいいんだね。書いてんのちょっと見たけど、何書いてるか全然わかんなかった。2015年に政府と東電がした関係者の理解なしにはいかなる処分もしないという約束を破るなら、復興に努力してきた関係者の人権侵害だ、強行は許されないって書いてあるんですけど、 IAEA のお墨付きもらったんで、琉球新報に許してもらわなくても別にいいんじゃないですかね。何を偉そうに、関係者の理解なしにやって、IAEA って特大の関係者だろうが、そこが言い捨てならいいじゃないか。ね、で、具体的に誰の、どういう人権にどのように侵害してんのかは、全く説明がないっちゅね。ここも早く閉ざすといいっすね。お悔やみ情報専門誌で生き残ることは許そう。それ以外は許されない。俺が許さない。まあ、偉そうですけどもね。武蔵野市外国人住民投票条例、まだ諦めていなかった。7月4日、住民投票の制度化に向けて論点を整理する有識者懇談会開催。制度化に向けて論点を整理する懇談会で、新村、新村、なんて読むんだろう、こいつら。なんとかとは、成蹊大教授。市外のネトウヨが騒いだ、影響を受けてしまった。てんてんてん。木村壮太都立大教授、住民投票はパブコメに近いものなんで、外国人も含めた広い意見を聞くべきと。武蔵野市職員、助言を聞くだけ、最終的に一つの案にまとめることは考えていない。12月年内までにあと5回やるって言ってんですけど、これタイトルがですね、制度化に向けて論点を整理する会議って書いてあるのに、なんだろうこの職員は、一つの案にまとめることは考えていないって。こんなね、制度化目指して条例作んの見え見えじゃんね。よくもまあ、こいつこんな嘘つけたと思ってね、誰だか知んねえけど、一般判断なら日本国から独立すれば、さすが菅直人のお膝元、パブコメに近いものならパブコメでいいんでは。パブコメに近いもの、最初はこう言っといて後から変えるスタンス、公約で言ってなかったことに一生懸命、できるまで続けんとか。住民投票がいかに危険か、クリミア見て気がつかんのか。これはクリミアで住民投票やらして、ウクライナにつくかロシアにつくかで、ロシアにつくっていう住民投票結果になっちゃったんですよね。もちろんロシア人がいっぱいいっぱいクリミアに入り込んでて、こんななっちゃったんですけど、その有識者どもはどういう基準で選んでんだ。菅直人に投票するような奴らの巣窟だから、ろくでもないことばっかり推進するですね、菅直人の弟子、松下玲子市長の任期は2025年9月まで、再来年、丸2年とちょっとあんな。それまでとんでも条例を提出を妨害するなどして阻止したらこちらの勝ち。パヨコミはこっそりね、提出されても隠すだろうから、地元議員なんかの情報発信が重要になってきますね。何十年もですね、慰安婦が言ってる連中のこいつらのしつこさ異常さは、まあ定評ありますから、もしかしたら通るまで何十年もやってるかもしれないね。万が一可決されちゃった場合は、足による選挙を実行するのはいかがでしょうか。足による選挙っていうのはアメリカで盛んな意思表示であって、そこの政治が気に入らない人は他の州や他の市に引っ越しちゃうっていうことですね。まあ人口減少イコール政治がろくでもないっていう成績表になるわけなんですけどね。現在の武蔵野市の人口は約15万人だそうであります。日本人が減って外国人が移り住んで、増えっかもしんないな、川口かすっかもしんないな。それはそれで日本人が気の毒ですが、まあ住んでられませんな、日本人やな。足による選挙をやるまでもなく、もう嫌で外国人が暴れてしょうがなくて、川口みたいに、機動隊出る騒ぎになって、ですね、もう住んでらんねっつって、引っ越しちゃうかもしんないな。松下に投票しちゃうようなパヨ市民はもちろん喜んで暴れる外国人と一緒に住むんでしょうね。まあそういうことだからね。というわけで7月15日と29日に、タウンミーティング会合をやります。
8月15日には昇殿参拝と懇親会、メール当院様限定ですけど、やります。来てねー。デトックスジャパン。